洗濯天気予報です。東海や近畿など洗濯物外干し OK となりそうです。こちら指数マップになります。東海や近畿地方、特に午前中中心に雲が広がりやすいですが、雨や雪のエリアは太平洋沿岸部一部となりそうです。なので名古屋や大阪などは外干しすることができそうです。関東、広く雲の広がる空となります。特に沿岸部を中心ににわか雨の可能性がありますので、今日はこちらのエリア部屋干しの方が安心かもしれないですね。それでは天気分布予想です。今後の天気の流れ見ていきましょう。今日はこのようにオレンジ色の晴れの地域は少なくなっていますね。ただ昼頃からは少しずつ日差しの届くところが増えていく見込みとなっております。洗濯物の外干しの際は少し時間がかかるかもしれないですね。また最新の気象情報、洗濯情報はウェザーニュースのアプリから確認することができます。ぜひご活用ください。